加藤愛は日本の女優。本名、加藤愛。愛知県西葛飾郡新川町出身。元サムデー所属。新川町立新川中学校在学中。雑誌、ピチレモンのジュニアモデルを経て、中学3年で上京し、1997年に木村拓也主演のドラマ、ギフトで女優デビュー。1998年、ヒテレジェニックに選ばれた。 同年11月、広瀬良子の公認として NTT ドコモポケットベルの CM に起用された。シティフォンの CM を経て2006年10月までアイモードや携帯電話サービスのイメージキャラクターを務めた。1999年ベストフレンドで連続ドラマ初主演。2000年の前後に10社以上の CM に登場。メディアで CM 女王と呼ばれることもあった。 2001年4月からは24人の映像クリエイターが限られた時間と予算で加藤被写体に24パターンの30秒イメージ CM を作るというコンセプトのもとに24人の加藤愛というお政まとプロデュースの冠番組が TBS で半年間放送されている2001年10月翌年1月から放送開始のドラマ 人に優しくの制作発表会に出席したが、体調不良を理由に翌月降板を発表。その後、2002年1月の NTT ドコモシン CM 制作発表会で、およそ3ヶ月ぶりに、公の映え姿を見せた。2001年4月、堀越高等学校から、アジア大学国際関係学部へ進学。女優業と学業の両立を果たし、 2005年3月大学を卒業を。卒論のテーマは国際法上のテロリストについて。大学卒業後は海猿シリーズや派遣の品格など映画、テレビドラマやテレビ CM を中心に活動し、2009年4月からは雑誌 w i ズで連載企画を始めた。テレビ CM にはデビュー直後から安定したペースで出演。現在までリコも カネボウ、イーオンなどの大企業を中心に多数の CM へ登場している。8年間担当した NTT ドコモのイメージキャラクターについては彼女の安定性を企業が高く評価している証拠として広告、映像業界でも高く評価された。また、インタビューなどで勉強家であることを公言していた高校時代には 朝日新聞や東新ハイスクールによる大学入試関連のキャンペーンにも登場。同新聞が発行していたタブロイド版の各週刊誌、セブンでは同世代を代表する形でコメンテーター陣に加わっていた。2010年デビュー以来在籍していた所属事務所のムーン・ザ・チャイルドからサムデイへ移籍した。女性誌、アン・アン2007年1月17日号に続き、 フランを2013年3月号で再び大胆なセミヌードを披露した。2013年11月14日、7歳年上の一般男性と結婚することを発表。婚姻届提出は11月22日に行われた。2015年9月14日、アメリカで第一子女児を出産したことを明らかにした。2017年5月放送の 貴族探偵第5.6回で3年ぶりにドラマ出演。2018年6月13日第2子出産を公表。2021年には事務所のホームページから名前が削除された。5月に育み、プラスのココンクレンジングバームのイメージキャラクターを起用した。レギュラーで出演した番組のみ、連載企画のみ掲載。ありがとうございます。